どうもジョージです。本日はスマートフォンの紹介をしていきたいと思います。さて早速開封していきたいと思います。はい、こちらです。アルカテルという会社から出てるアイドル4です。完全に、パッケージが外国製のスマートフォン買ったなっていう感じなんですけども、ほらほら、はいですね。まあなんといってもこの最大の特徴が、スマートフォンとこの VR がセットになっているというのがこのアイドル4の最大の売りなんではないでしょうか。なので、まあ、こうやって動画でスマートフォンを紹介する身としては、こういったこう売りになるというか話題性のあるものがついているのはすごくありがたいなと思います。まあ、早速開封していきましょう。はい、はい、本当になんていうのですかね、このスマホのパッケージじゃないですよね。本当なんか電化製品を買った時のこの箱のような形で結構ワクワクするんですけど、まずは説明書が出てきました。それで、おお、何これ、すごいですよ、これ。はい、アルカテルって載ってまして、もう一見これ何か分かんないですよね。なんですかこれ。そもそも開け方が分からないっていう。ここに、びっくりマークがついてるので、なんか、すいません、ここに説明書きがありました。はいはいはい、なのでこっちか、こっちは、あ、おお、ほう、上蓋を開けると、はい、スマートフォンアイドル4本体が入ってます。へえ、アイドル4本体を取り出します。おお、かっこいい。アイドル4本体、まずバックから、はい、正面、まあこれ今、VR をこうイメージしたようなシールが貼られてるので、画面は今はちょっと分かりづらいですが、正面です。これがで正面右側、はい、で、正面左側、はい、なんかこれあれですね、エクスペリアにもこんなボタンありましたよね、電源ボタン。上部がこんな感じで、で、下部がこんな感じです。で、かっこいいな。特に、このあたりの質感かっこいいなと、思います。で、イヤホンが入ってます。で、SIM ピン。SIM ピンも入ってて、
このビックリマークを押すとこれがこう抜けるんですけど、この中にUSB、マイクロ USB ケーブル、なるほど。で、コンセントジャック、これもアルカテルっていうロゴが入ったオリジナルですね。はい。で、もう一つ付属品として、これはおそらく VR のヘッドバンドだと思います。頭に装着するためのバンドがついてます。あ、ここにもアルカテルと。3万円前半のスマホにして、でしかも本体にプラスこの VR がついてるにもかかわらず、全てにおいて なんていうんですかねクオリティ高いですよね。へえ、まあ、なのでちょっと VR を、バンドをつけて、はい、バンドをつけました。なのでここにスマートフォンをセットして、これで覗き込めば VR が楽しめるということだと思います。 VR とスマートフォン本体がついて3万円前半っていうことで、とりあえずなんか久しぶりになんかゲーム機を買ったような、興奮を今覚えてます。なのでまずは、本体側、まあ、メインはスマートフォンなので、本体側の紹介を主観モードで行っていきたいと思います。では、主観モードをご覧ください。と思ったんですが、ごめんなさい。今見てたら、はい、専用の透明プラケースと、あと保護フィルムもついてます。すごいですよね。イヤホンついてて、VR ついてて、もちろんこのプラスチックというか樹脂のやつは原価としては安いんだと思うんですけど、そのまあ適当に作りましたよっていうわけじゃなくて、多分ですよ、これをつけたまま VR にも接続できるような設計になってるはずなので、しっかりおまけとしてもありがたいですし、で機能上設計もされてるっていうのはすごいなっていう。でプラス保護フィルムもしっかりついてる。最近のあれですよね、ファーウェイもそうですけど、中華スマホってこの付加価値っていうかおまけとかなんかそういうのにすごく親切に応えてくれてるというか、ね、価格で頑張るっていうのはまあ他社も頑張ってると思うんですけど、このデザインも本当にパッと見た感じ最近のこのミドルスペックのスマホの中ではない、なんかおしゃれ感というかデザインとして素晴らしいなと思いますし、で機能性として、VR がついてる、すごいですよね。まあごめんなさい、主観モードに行く前に一旦止めてしまいましたけど、外観や、スペックの紹介していきますので、どうぞ主観モードでご覧ください。はい、では主観モードで簡単な外観と、内部スペックについて紹介していきたいと思います。まず縦 147mm、 横が 72.5mm で、厚さが 7.1mm となってます。重さが 135g、 非常に軽いですね。画面サイズが 5.2インチ、 なので全フォン2オーナー8と同じ画面サイズとなってまして、フル HD 対応となってます。でメモリが
3ギガありまして、でちょっと残念なのが内部メモリー、内部ストレージが16ギガということなんですが、外部メディアの最大容量が512ギガまで対応しているということで、ちょっと桁が今までの、スマートフォンとはちょっと違うなっていうか、違うなっていう形ですね。多くても2頃までだったんですかね。なのでこれは、アルカテルのアイドル4は512ギガまで対応しております。でバッテリーが2610ミリ、カメラがリアカメラ1300万画素、そしてインカメラが800万画素となってます。OS は Android 6.0 となってますので、まあまあいろいろスマートフォン紹介してきましたが、そうですね、まあ残念なところは本当に内部ストレージが16ギガっていうところぐらいで、あと指紋認証には対応していないですね。なのでただね、眼球認証っていうのがあって、これちょっと次の動画とかでやってみたいなと思うんですけど、指紋ではなくて眼球認証というのが搭載されているようで、これは VR つけてやるのかな、ちょっとそれは、次回の動画に、回させていただきますが、はい。なのでまあ標準的な、スペックを積んでいる形で、画面サイズも本当に最近ちょっと 5.5 インチで大きいなっていうところから、まあ、5.2 インチのフル HD というところで、まあ、使いやすそうな仕様にはなってるのかなと思います。バッテリーはちょっと少ないのかなと思いますが、まあ、VR を使って、どこまでバッテリーの消費が激しいのかっていうところも注目するべきところなのかなと思います。で、先ほどもちょっと紹介してました。はい。この、クリアケース。をつけていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと簡単に、見た目じゃないですけど外観も見ていきましょうか。そうなんです、この背面がね本当に僕は好きだなと思ってまして、光沢感も多少あるんですが、まあでも印象としてはマットな、ブラックとなってます。でこのアルカテルのロゴもちょっとヨーロッパをイメージさせるような感じで私は好きです。はい、側面もシンプルな形で、はい、先ほども言いましたがちょっとXperiaの電源ボタンのような形で丸い、ボタンがついてます。でこれが、ボリュームのプラスマイナスだと思います。こちらが下部のマイクロ USB の口となってます。で上面はイヤホンのジャックがついているという形です。まあ保護フィルム外していきましょうか。保護フィルムというかこの、はいと、はい、外しました。うん、まあもちろんめちゃくちゃ綺麗だなっていう印象なんですけども、ね、本当に高級感もあってデザイン性もあって、でこのおまけちょっとつけてみましょうか。もちろんね専用で作ってるので当たり前なんですけども、ぴったり綺麗にはまります。安っぽさを感じさせないような取り付け感もいいですし、取り付けたこの感じっていうのも本当に質感を壊さずいい感じに、まあ、正面から見るとつけてるのがあまりわからないぐらいの感じなので非常にまとまってて綺麗だなと思います。ではまあ動作感とか、あとまあいろいろテストっていうのはちょっと次の動画に回させていただきますの で一旦 VR に装着してみましょうか。では VR もちょっと主観モードで見てみましょう。はい、こちらが正面っていうんですかね、スマートフォンをつける側になってます。はい、正面ですね、ロゴが入っていてヘッドバンドをつけるところがついてます。はい、側面、
底面。ちょっとこのボタンが何かわからないんですけど、これは、はい。まあ、こういったものがついてます。で、これもおそらく、アルカテルのロゴだと思います。で、覗き込む側、こちらが、ここか。今は保護の、出荷時のシールがついていて、まあ、スポンジ、まあ、スキーのゴーグルのような本当に形ですよね。はい。で、ここに、この本体。本体を、どっちでもいいのかな、これ。さっきのこれつけて VR にさせると思ったらつきませんでした。これを外さないと、VR には装着できないようなので、撤回します。すいません。これをつけて VR につけれるということで、あ、すごいなってさっき褒めましたが、つきませんでした。こういった形で装着していただければVR として楽しめるようです。この実際の動かしてみた感じっていうのは次の動画でちょっと紹介したいなと思います。まあ、なのでちょっとプレイステーション VR 持ってないので、それと比較してとか、なんかこう質感はどうだとかっていうのはちょっと言えないんですけども、なんか思ったよりもチャッチくはなくて、なんかこう期待できるような気がしてきました。だ、そうか。いや、そうするのがちょっと分かんないんですけど、これ蓋もする、あれ蓋ってしなくていいのかな、分かんないですけど、でもまあこっちの方がなんか VR っぽい感じですか。はい、ちょっと分かんないこといっぱいなんですけど、これから使い方をマスターしていきたいと思いますので、まずはまあ開封レビューということで、こんな感じのものがついてます。はい、ちょっとグダグダした感じになってしまいましたけども、まあそれだけこのアルカテルのアイドル4というのは、ツッコミどころがたくさんある、ちょっと面白い、商品だなというふうに感じました。まあ、なので、まあ、VR 機能ももちろん最大の目玉なんですが、スマートフォンとしてもどうなのかっていうところは、今後の、動画でお送りしていきたいなと思います。まあなんせこれちょっと VR って一体何に使うんですかねっていうぐらい、あまり VR に対して知識はないですが、これでスマートフォンで映した、まあね、YouTube とかもそうなんでしょうけども、そういうのも見れるし、プラスバーチャルリアリティ体験っていうのも、これでできるのかと思うと、すごくワクワクしてます。なので、まあ、皆さん、こういった、まあ、目新しいものが出ると、まあ、本当に使えるのかどうか、なんか手を出しにくいっていうのはあると思うんで、買ってよかったのか悪かったのかっていう、まあ、そういった試験的なものはこのチャンネルに任せていただいて、しっかり動画を見ていただいた上で購入していただければなと思いますので、ぜひ次回の動画も楽しみに待っていてください。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。またグッドボタンも押していただけると大変助かります。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。